Kami, kami dari family Datuk Haji Sudin Kamari mengucapkan selamat hari raya. Banzai. Guri Kaiyo no Eku. Go. いや、弾けなかったっていうと意味が変わってくるな。物理的に弾けなくされたってのが性格か。どういうこと？カウンタースナイプを食らってトリガーに乗せてた指ごとトリガーを吹っ飛ばされた。モサド側も狙撃兵を配置してたのか。ああ、これが説明すると面倒なんだが、要はその取引自体がおとりでな。簡単に言っちまうと、アフリカで反政府ゲリラに米軍の武器を横流ししている大佐がいたんだが、そいつの正体を炙り出すための罠だったわけだ。そんで俺はその大佐側に雇われた悪者側の狙撃兵だったってことよ。そうしてまんまと罠に引っかかった大佐は逮捕されて、俺は指と職を失った。でだ、その時俺の指ごとトリガーを吹き飛ばしてくれた相手の狙撃兵ってのが、当時まだ15やそこらの朝子だったってわけだ。なるほどね。大して驚きもしねえな。大体予想通りだったってのもあるし、その後の朝子も大体想像がつく。多分あんたは朝子を放っておけなくて、鉄砲鍛冶をやりながら朝子の面倒を見続けたって感じじゃないか。もっとよく考えろ。あの朝子だぞ。そんな綺麗なオチがつくもんかよ。大体な、俺はガキは大嫌いだ。そう言うと思っただろうな。あくそ、ムカつく。いいからてめえ、おもちゃ確認したならもう帰れ。いきなりだな。まだ聞きたいことがあるのに。うるせえ、これ以上話すことなんかねえっつろ。帰っててめえの師匠にでも聞け。いや、そうじゃなくて、ライフルを整備する時の癖とか。だからうるせえっつろ。いいからおもちゃ持ってさっさと帰れ。ほら帰れ。わかったよ。もう帰るけど、また来るよ。お前はもう二度と来んな。横暴だな。一応俺、あんたの後継者だぞ。それがイラつくってんだよ。蹴れ蹴れ。じゃ、世話になったね。なおいガキ。何？この仕事はな、始めようと思えば結構簡単に始められる。けどな、一度手を染めちまえば二度と抜けられねえ泥沼みてえな仕事だ。そんな泥沼に首まで使っちまう前に足を洗え。ガキならガキらしく学校にでも通って仲間とバカやってりゃいいんだ。それができれば俺は今こうしてあんたの前にいないよ。だろうな。お前の師匠も同じことを言った。だったら悩むな、考えるな。引き金ってやつは考えたり悩んだりすればどんどん重くなる。重くなって引けなくなった引き金の代償はお前の命だぞ。覚えておく。Thank you.
そうか。どうした？ダニーが海兵隊の仲間だった男が死んだらしい。来週葬式があるって。行ってこい。でも俺仕事があるし。 JB だって同じことを言うさ。言っておかないと数年後に少しだけ後悔するぞ。そういうものか。ダニエルの遺品です。
へい、見ろよショーティー。いいだろう、ついにモパーを手に入れたぜ。ずいぶんと古そうな車だな。ちゃんと走るのか？走るのかとはご挨拶じゃねえか。確かに年式は古いが、440キュービックインチのチューンドビッグブロックだ。430馬力は出てんだぜ。歯を食いしばってグググッとアクセルを踏んでやりゃ地球が逆回転すんぞ。へえ、ちゃんと明日が来るといいな。まあ日本人のおめえにはわかんねえだろうな。これこそ力強いアメリカってやつよ。こんな古い車いくらで買ったんだ？そうだな、込み込みの乗り出しで6万ドルぐらいだったかな。よくそんな金があったな。あるわけねえだろ。頭金に3000ドルだけ入れて、あとはローンだ。ローン地獄じゃないか。家が買えるぞ。いや、俺例のバンクーバーで救出したおちびちゃんがよ、お礼はするって言ってたろ。まさかあのお嬢ちゃんに残りのローン全部追っかぶせたのか。何でもいいから欲しいものを言えって言ったのはあのお嬢ちゃんだぜ。だからシャレのつもりでローンの残りを払ってくれって言ったら、あのお嬢ちゃんマジで全額払ってくれちゃったってわけよ。日本人ってな、本当に金持ちなんだな。どうだろうな、あのお嬢ちゃんは多少特殊だと思うぞ。どうだショーティー、ちょっとドライブでも行くか。明日も仕事あるし、帰ってこれなくなると困るな。エンジンをかけることができたらお前に運転させてやってもいいぜ。いや、だから行かないって。いいか、こいつはかなり気難しい。まずはメインスイッチをオンにしてランプで通電を確認する。次にキーを差し込んでイグニッションに通電。燃料ポンプがゴンゴンと動いているのを確認。しばらく待ってポンプが止まったら、アクセルの遊びがなくなる程度に軽くペダルを踏み込み、セルを回す。セルが元気に回ってんのにエンジンがかからないときは、下手にアクセルには触らず様子を見ながらちょんちょん踏んだり、完全にアクセルから足を離したりすると、といった具合にエンジンがかかる。しかしエンジンがかかっても油断しちゃダメだ。下手にアクセルを踏めばストンと止まっちまうし、一度止まっちまえばしばらくはエンジンの機嫌が悪い。ゆっくりと、今にも泣き出しそうな赤ん坊をあやすような感じでペダルを踏み、水温が上がるのを待つ。どうだ、覚えたか。面倒な車だな。今時はハンディだってスイッチ一つでエンジンがかかるぞ。いやだね、車との付き合い方も知らねえ男ってなよ。女とどっちが面倒くさい？そりゃ女だ。いいはー、最高、クソ漏らしそうだぜ。ダニー、おいダニー、この車シートベルトはどこだ？ああ、腰んとこだよ。なんだこれ、腰しか固定できないのか？おうよ、死ぬときはこの車と一緒だ。ダニー、急用を思い出した、そこのバス停で降ろしてくれ。おいおい、ビビったのか。俺の車の中でマリマリっとクソ漏らすのだけは勘弁だぜ。この車がすごいのは分かったから、とにかくスピードを落としてくれ。事故でもやらかして新聞に載るのだけは勘弁だ。車はパワーだぜショーティー、トロトロ走ったってこの車の良さは分かんねえだろうが。まるで恐竜みたいな車だ。時代の流れとともに滅びる運命の車だ。のりゃお前にも分かると思ったんだがな。ジャパニーズのお前はおとなしく札幌にでも乗ってる。カンチェニオ、よく分からんが、
俺はエアコンとパワーステのついてる車がいい。カーナビとコンポがあればもっといい。贅沢な野郎だな。ついでにすぐやらしてくれる女が隣に乗ってりゃ言うことなしだな。できれば病気を持ってない子がいいな。お、いいね。そんな女とデロンデロンになるまでバーで飲んで、走ってる車の場だから道路標識を銃で撃つゲームでもやるか。ギャレット隊員にバレたらぶっ飛ばされるぞ。だったらまず真っ先にあの女を酔いつぶすか。弱しちまえば女なんかみんな同じだぜ。それで酔いつぶれた隊員の横っ面を何で引っ叩く気か。殺されるぞ。はっ、人間なんざ生きてりゃいつかは死ぬんだ。クソまみれの戦場で死ぬよりはマシだろ。それに俺はあの地獄みてえな戦場から生きて戻ったんだぜ。俺は運がいいんだ。そうだろ。確かにな。大体俺はアイアンマンだぜ。そう簡単に落ちんでたまるかよ。スターズ&ストライプスフォーエバー。ダニー、確かにお前は殺しても死なないよ。なあショーティーよ。なんだ。もし俺が死んだらこの車はお前にやるよ。大事にしてくれ。なんだよ急に。もしもの時って話だよ。海兵隊一のアイアンマンであるこの俺様がそうポコポコ死ぬわけねえだろ。そりゃそうだ。大体いらねえよこんなポンコツ。言ったなこの野郎。おめえには絶対この車やらねえからな。後になって欲しいよ欲しいよダニーって言ってきても絶対やんねえからな。誰が言うもんか。これから寂しくなるな、ダニー。
いいかユージ、私を天才だって言ってるやつは全員アホだ。私の仕事の成功率が高い理由は、失敗すると分かっている仕事は引き受けないってだけで、私だって失敗するときは失敗する。ただ失敗して当たり前と思われている任務を何度か成功させたという事実が、人づてに独り歩きした結果でしかないんだ。わかんねえか。いいか、世の中ってのは善人の悪行は絶対に許されないし、一生許してもらえない。だが悪人の善行は必要以上に好印象で受け取られ、たった一度の善行が全ての評価を覆すこともある。そういうもの？要はそこらのクソ女と同じ考え方だ。完璧な男が一度でも嘘をついたら絶対に許さないし、クソ野郎にちょっと優しくされるとコロッと騙される。ああ、そう言われるとなんとなくわかる。完璧なやつだと思われると、たった一度の失敗でも許してもらえない。それって面倒だろ。だから私は常日頃から一生懸命にクソ女を演じているというわけだ。それはちょっと何言ってるのかわからない。いや、だからな、昼間からビールを飲んだり酔っ払うと同じ口を何度も言うのも、私という女の演出プランの一環であってだな。聞きたくないよ、そんなクソみたいな言い訳。お前クソとか言うなよ。最近言葉遣い悪いぞ。誰の影響だ、まったく。じー、そういう目で私を見るな。でもさ、失敗すると分かっていてもそれを断れない立場の人間もいるんじゃない？誰もが朝子みたいにうまく立ち回れるわけじゃない。そういうのも才能なんじゃないの？だから私だって失敗するときはあるって言っただろ。何日もかけて下見して、当日現場に行って引き金を引かずに帰ってきたことなんて何度もある。いいか、諦めて引き金を引かずに帰ってくるのは狙撃兵としては負けじゃないんだ。標的を外して狙撃対象に狙われたと気づかせたり、それと気づかれるような痕跡を残さなければ、失敗であっても負けではない。だからこっちが相手のことを好きだってバレてても告白しなければ失恋しないってのと同じだ。アサコ、愛してる。うん、お前、私の話ちゃんと聞いてるか？今のは狙撃成功？うるせえよ。お前そういうとこクソ野郎だぞ。つまり絶対に負けると分かっている勝負には乗らないのが鉄則ってこと？そうだ、負けなければそれでいい。成績を焦る必要はない。何度失敗したところで生きて帰れば必ず勝利の機会はある。そうして生き残ったやつだけがエースになる。でも失敗ばかりしてたら仕事が来なくなるんじゃ？だから失敗する仕事と成功する仕事をきっちりと見極めるんだよ。どうやって？簡単だ。悪条件が5つ揃った狙撃は必ず失敗する。どんなに有利な条件であっても、不利な条件が5つ以上重なったら潔く諦める。たとえ100の有利があっても5の不利があれば必ず諦める。それが10年に1度の絶好のチャンスであっても？それが100年に1度のチャンスでもだ。成功の数より失敗しなかった数の方が重要なんだ。この仕事を長くやってるとそれが分かるようになる。お前にはまだピンとこねえか。
刀の間合いをぐっと広げたのがライフルの間合いだと思えばいい。お前だってこの山に敵が入ってきても負ける気がしないだろ。縄張り作りこそが狙撃の要だ。なるほどね。おいユージ、ハイキングに行くぞ。準備しろ。ハイキング？どこへ向かってるんだ。ハイキングだって言ったろ。山だよ。そうか、山か。馬がいない山だといいな。今回の相手はチートばかり厄介なやつでな。資料にはごちゃごちゃと書いてあるが、簡単に言っちまえば私と同業者だ。とはいえ向こうはこっちと違って堂々としたもんだけどな。この人が今日本にいるってこと？いるのが確認されたから私んとこに仕事が回ってきたんだよ。なんで日本に？さすがに本国でもかばいきれなくなったんだろうな。それに日本は安全な上に
必要な情報がバンバン集まってくる国だからな。どんな相手なの？残忍で用心深いイタチのようなやつだ。イタチ？イタチってやつは卵の中身を吸って何事もなかったように偽装するほどずる賢くて、同じ道は二度と通らない慎重さと、追い詰められれば最後っぺをかます狡猾さもある。ましてや世界各国で悪さをして檻に入れられては政治家に助け出してもらってるようなやつだ。簡単には追い詰められない。だがチャンスがないわけでもない。おいユジ、あそこにある赤い屋根の建物が見えるか？うん、レストランなのかな。看板を見ると地中海料理のお店、観光地のリゾートレストランって感じかな。うむ、いい読みだ。大して珍しくもなきゃ、飛び抜けてうまいわけでもない料理にそれなりの値段をつけて観光客から小銭を巻き上げるタイプのどこにでもある店だな。So with that, we're gonna end the episode here. セーブだ。 Yeah, safe time. Feel of fire. Wow. Adios, Efamosa. Say goodbye.